北朝鮮が昨日短距離ミサイルとみられる飛翔体2発を発射したことについて、金正恩朝鮮労働党委員長は、米韓が開始した合同軍事演習への警告になるとの考えを示しました。朝鮮中央通信によりますと、金委員長は新型の戦術誘導ミサイルの発射を視察し、目的通り満足に行われたと評価した上で、 5日に始ままったた米韓合同軍事演習への警告ととなると述べました一方、アメリカのボルトン大統領補佐官は6日アメリカのメディアに対し北朝鮮がミサイルの発射を続けていることについて一連の発射実験でこのミサイルを完全に運用させたいようだと述べ警戒感を示しました。